ハコボ・サンス・オベヘロは、スペイン・カスティーリャ・レオン州、バリャドリッド出身のサッカー選手。ポジションは GK。地元のレアル・バリャドリードの下部組織出身。2003年から2シーズンの間レンタル移籍し、2005から06シーズンにバリャドリードに復帰した。復帰後は、アルバのビサーリの控えを務め、2006から07。シーズンは7試合の出場だったがチームはプリメーラ、ディビシオン昇格を果たした。2007から08シーズンは、セグンダディビシオンの CD、ヌマンシャへ移籍。32試合に出場し、2シーズン連続でのプリメーラ昇格を果たした。2008年6月25日に、バリャドリードに再び復帰して3年契約を結ぶが、それから間もなく、負傷者が相次いだヘタフェ CF に、レンタル移籍した。2009年1月23日には、ロベルト・アボンダンシェリが、ボカジュニアーズに移籍したため、レギュラーとして出場していたが、4月5日のバレンシア、CF 戦で、退場処分を受けると、ブラディミル・ストイコビッチやオスカル・ウスタリにポジションを奪われたためシーズン終了後までに出場機会はなかった。2009年夏に、古巣のバリャドリードに3度復帰。アトレティコ・マドリードへ移籍したセルヒオ・アセンホの後釜として正 GK を務めたが、開幕からの7試合で16失点を喫し、第8節のデポルティーボ戦からは、フスとビジャールに定位置を奪われた。その後も成績は低迷しビジャールの控えとしての日々が続いたが、2010年3月28日の第29節で、同じく残留を争うヘレス CD 戦でビジャールが退場処分を受けたため途中出場し、それ以降はレギュラーを取り戻した。しかし、その後も残留争いからは抜け出せず最終節の FC バルセロナ戦で残留をかけたが、優勝がかかる相手に対して0から4で大敗して優勝を見届けるとともに2部降格が決まった。2011年、ギリシャのアステラストリポリス FC に移籍。ありがとうございます。